えあっちの服のほら、い <laughs> い <laughs> おぉ<ー>よろしく頼むぞ。3、2、1。1> さあ。ああ、もう戦ってるんだ。あー街の中あれだったもんね。大変なことになってたもんね。なんなんこれ。 緑色の。うん。まあ、けどミラがいれば何も問題ないでしょう。土と、ええ、あ、だから緑なの。大本がいるんじゃないのこれをなんか動かしてたりさ、作ってる。それを叩けばいいんじゃないのお、えあれ大丈夫かちょっと。うん。なんでこんなとこに わし最短。え何言ってんだよ。<laughs> ちょっとた、叩きすぎじゃないってか最短ってなんだでも一時的でもあれかなダンブルフに戻るようになったりすんのかな <laughs> なんだ <laughs> ちょっと。いや、もう殴りすぎだよ。弱ってる人ミラーも。はあもう昼からこんな調子だったってことこの街は。 大変だったね。うん。いやけど、まだあれなんだろうね。苦戦してるんだろうね。この状況を見るに。うん。え、もう行っちゃうのえ、もう終わり <laughs> いや、ちょっと何それ。<laughs> そう、このアニメ、ギャグアニメなんだよな。うん。 え、<laughs> なんでなんでなんで初対面って嘘つくのよくわかんないわ、今の。で、えなんも言わずに言ったけど、どっか。何ああ、なんか出すんだね。召喚で。あ、なんかよっぽどでかいの出すんじゃないふんって言って離れたし。 タクトのさ、あれに答えずに。だから、竜とか出てくんじゃないかな、ようよう。戦乙女あ、またあの子うん。七色纏う。んタちって言った。言ったよね。あ、全員出てくる。おーいっぱい。いや、けど、 覚えられない <laughs> こんな出てきたら <laughs> 何人いた ?7 人うん全員姉妹なのみんな似てなうん自己紹介あるのかなあーかわいいじゃんちょっとキャラといいいやそれ今あんだけでかい声で言ったら聞こえるわ <laughs> いや、自分が悪い。<laughs> そういうこと。<laughs> 厳しそうなお姉さんだね。<laughs> う<ー>ん。<laughs> いや、けど今そんな話してる場合じゃないよ。<laughs> ねえ、町の人が命かかってるから。<laughs> 広げるの この回は <laughs> まだ続くの素振り10万1時間が3600秒だからいやどんだけかかるんだ10万回素振りするのって <laughs> いやみんなちょっと後ろがあれだよねえ温度差がすごいよお姉さんうんミラ察したね ねえ、でも確かに <laughs>。出てきたらもうみんな <laughs>、こんなヘトヘトだったら困っちゃうね。<laughs> ああ、刺した。うん。いや、泣いてるよ。で <laughs> どんだけ厳しかったかが今ので、わかるね。<laughs> そしてこの音楽。めっちゃ可愛い音楽になっちゃったけど。もういよいよ本題行く疲労。あや、けどあれだね。 戦うことはしたいんだろうな。うん、多分そういう理由じゃないと思うけどね。いろいろと空気が読めない子なんだろうね。<laughs> 確かに。アルフィナさんちょっとあれだわ。痛いわ。あー来たやっと活躍が見れる。どんな感じだろうみんな武器が違うんだね。メットを被っちゃった もう、これで誰が誰かわからない。うん、誰誰が戦ったん <laughs> いや、わかりません。<laughs> ちょっと。いやいや、強いのはわかるけども。髪の毛まで綺麗に収まっちゃってる。うん。空おー、何 これがボス今の、いたねなんか。うーん。あーけどもう死んじゃってるんだ。まあ、けどこれがあれなんだろうね。あの緑の。マナ。ああ、あの黒いのね。おなんでそんな手から。なんで出せるの、そのマナを。 必要ない。ああ、習得できてるみたいなことうーん。うん。ああ、じゃあそこそこ強いあれなんだ。えああ、まだあれなのうん。 あ、ここからが本番か。ま、あ、さっきの戦闘シーンちょっとあっさりしてたもんね。お願い。あるじゃんここでしょ多分この作品で今週、めちゃくちゃ時間かけてやりたかったところ。いや、どんないや、めっちゃかっこいいの期待しちゃうよ。ねえ うん。剣が光って。ああ、それぞれのあれが光って。なんだ。ああ、みんな集合したのか。でっかい魔法人が。ああ、なんか呼び出したね。紫色の竜みたいなの。剣も光ってるけど。召喚が召喚したもん。よくわかんないけど。うん。それで。え 何えこれが敵今のが。んちょちょちょ、やっちゃったかも。俺、ねえ、やっちゃったかも。誤解してみちゃったかも。すいません。ちょっと初回なんで。もうこのお話さ、時々、ん、わからない時がある。いろいろ。 なんか、あの紫のが完成剣みたいなのが出てきそうになったんだ。で、それをやっつけたんだ、あの剣でね。しかも意外とここもあっさりしてたわ。ここがっつりやんのかと思ったのに。やっや、よっぽど強いってことだね、この子たちが。慌ててフォローしてるけど。<laughs> 何それ。ああ、やっつけたやつか。いや、動いてんじゃん、まだ。おおいや、未見に。 うーん。わあ、ちょっと、温度差 <laughs> え何今のはなんか俺的に元は人間なんだよなみたいなのをさ、描く形の流れに行ったのかなと思ったけど、突然のお疲れかい。 あの戦いで、まだ街は混乱してるだろうに、お店はやってたんだね。うん。召喚術。え、やばい、足ついそう。ああ、まあ、それはな、最高だな。<laughs> いやけど、それは考えるでしょう。一回は。うん。タクトー。 いや、これもうなっちゃえばうん、術師的ら賢者の弟子を名乗る賢者になっちゃえば君も。うーん。けど別れちゃうのか。え、どっから出てきたのあなた。いやいやいや、不もうこの子は終始あれだったな。お団長。 いや、なんかずいぶんかっこいいじゃん。セロさん。なんかセロとかっていうマジシャンがいた気がする。いや、出てきた、また <laughs>。いや、もう何してんの、いきなり <laughs>。いや、こう、迷惑すぎるよ <laughs>。こんな、こう <laughs>。なんだかんだ楽しんでるかな <laughs>。うん。これは あれかこの街に来る前に手に入れたやつかなうん。だからミラにとってはあれなんだろうねそんなに悪魔素材。ああこれはレアなんじゃない相当。先週あれだよ。戦術で倒したやつだよね。えー い,い人、うん、まがまがしいけどねあ,あそんな重いんだこれ <laughs> いやひょいってえ何者団長うんこの人相当強そうだぞお話 プレイヤーなのかなあの強さ。なんかミラもさ、あ、みたいな感じで見てたじゃん。うーん。やっぱそういう感じっぽいぞ。お、え何優しいんだね。どういうことえ、ちょっと待って待って、今のは今のは何なんだったああ。 これ適性どうなるかなまあ、この流れで言ったら適性は、はい、ちょっとイヤホン交換でーす。ちょっと今日2話連続なんだうん。カッコつけサイン <laughs> いや、ただの引きたい <laughs>、うんなに。うん。何うん。ああ、そういうこと。 はい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 。賢者たちうん。ソロモンより先にいる奴らも含め、本当何してんだろうね、みんな。結局あいつもいなかったじゃん。ソウルハウルだっけ。ああ、来たタクトうん、どうなったのうん。 陰陽術。あれ召喚はまあけど召喚はあれなんだよね。レアなんだもんね、今。出なかったかまさかうん。ミラが見てあげればね、なんか慣れそうな気するけど、すぐにでも。あ、けど、本当にもうお別れなのああ、お別れなんだ。 ん何服ああ、これ、あれじゃないダンブルフの時に着てた服に似てないああ、変わっちゃった。え、あっちの服の方がいいのに。<laughs> いやーね可愛さが。まあまあ、賢者っぽいっちゃ賢者っぽいけど。で、プレイヤーだったんだね、やっぱ。 ステータスチェックって言ってるけどなんか見えないんじゃないお互いにこれ。今のぼやぼやぼやって。うん。いや、どれくらい前から言うんだろうこの人。うん。まあ、けど普通最初はそうなるだろうね。まあ、このソロモンが、 笑ったりして、あれだよね、落ち着かせてくれたから、今こうやって。<laughs> いや、まあ確かにそうだけど。うん。え一年一人だったいや、めっちゃ辛いわ。いや、最初に誰に会えるかで結構変わってきそうだよね。この中で生きる生き方が。 うん。リアフレ。あー、リアルフレンズってことうん。おー、当たっている。<laughs> いやいやいや、なんでそこまでしてごまかす <laughs> いいじゃん、別に。 言っちゃってもって思うけど <laughs>。いや、ごまかせたのかな、本当に <laughs>。うん。団長さん。始まりの日。うん。うん。ええいきなりこの状況だったってこと めちゃくちゃ大変じゃん、これ。しかも食らっちゃってるし。ああ、逆にこれでわかるのか。五感的なものが。数学があって。こっちに来ちゃったんだ、みたいな。うん。いや、これ、ちょっと状況、え何 赤ちゃん。あ、赤ちゃんがいるからってことか。あ、もともといないのね、赤ちゃんなんて、この世界には。うん。<laughs> いや、ハンナさんの話すごいするやん。NPC なんでしょ、今。 んああ、これフレンドリストなんだ。うん。ああ、まだ一緒にいるのうん。薬がない。はあ。アルカイト。うーんああ、ソロモンさんのとこあれか、アルカイトって言うんだっけうん。 なんで調合のあれ買ったの自分でやる気はないってことか。これでハンナさん、さっきからやたら出てくるんだと思ったけど、やらせるんじゃないこれ。覚えられるかみたいなテストするみたいな。うん。ああ、なかなか来ないから薬草が届いたりしないからか。ここで作っちゃえば。 うん。ああ、やっぱそういうことができるんだね。まあ、ただの NPC じゃないってことだよ、だから。もう普通のやっぱ一人間なんだよね。ゲームの世界なのかもしれないけど、出てか、出ていけなくなった。うん。うん。いや、非常事態でも、 もし、チート的な力とかがあったりさ、こういう剣と魔法の世界みたいに閉じ込められたら、オタクが楽しくないはずがない。しかもそもそもこのゲームが好きでやってた人がね。うーん。手の届く範囲。はぁ、あ。 うん、いろいろ辛いことがあったってことだろうね。おおギルドのお誘いまあそうだろうな。ソロモンのところの置いてるし。うん。うん。求める声。 俺何ああ、さっきのわかるのかなあの人。いや、そこで、なんで嘘ついたのよ。<laughs> あ、で、何帰るのに乗ってくってことか。ああ、みんなと、いや、お別れしちゃった。あっさり。ア <laughs> タクトくんとか、もっとなんかあるかと思ったけど。うん、ミートバーガー。 なんか立派な本があるじゃん。うーん、お手紙ね。いや、このハートは絶対フリッカーでしょ。だと思った。いや、手紙でその熱さ。あ、小説なんだ。え <laughs> やばくないもう完全に <laughs> 自分のね。あー、で帰ってきたのか、やっと。 んなんだあ、格好で今の、ローブの。あ、そういうこといや、ダンブルーになることはないのね、特に。<laughs> いや、めっちゃ笑ってんじゃん。なんでそんな笑われちゃうんだろうね。可愛いいじゃんね、これはこれで、まだ。あ、なんかあんのかなこの衣装。なんなんだろうね。 みんな見るし。えあーいや、もう、またどんくらい待たせてたんで、その間結局またご飯作ってたんじゃないのねえ。いや、かわいいけど。<laughs> いや、かわいい。この子が一番かわいいかもしれん。<laughs> え やっぱそういうことがあったのね。だから笑ってたのね。ソロモンとかが。<laughs> やっと分かった。うわあ恥ずかしいやつや。<laughs> まあけど仕方がない。知らないんだから。この世界来てまだ一週間だしね。はい。というわけで今回ね、まあ新しい団長というキャラクターが出てきて、まあその人もプレイヤーでね、まあこの世界閉じ込められてて、<laughs> ちょっと待って。ちょっと待ってよ。 7姉妹、全部そうだったの。え全然気づかなかった。今な、間違ってんじゃないかなって思うくらいね、同じ名前出てたけど、ある方の <laughs>。ちょっと <laughs>、この前に俺今、ジュニコウジさん見てたから、色々とさ、あれなんだけど、キリトくんとかやってたからさ。 まさか、ええー、驚きですね。で、今ね、まさに言ったその召喚で、七姉妹ね、登場してきまして、で、いきなりバトルだっていうのにもかかわらず、なんか練習内容がうんちゃらだっていうさ、不満を聞く回になり、で、戦いの方は、あの、必殺技ね、ちょっと最初誤解しちゃったんだけども、 敵がもう竜だったんだね。で、それをやっつけるのに、あの7人の武器が光って、で、真ん中にいた、あのアルフィナの剣が、多分集中した力みたいなのが集まったんだろうね。で、それを、ま、投擲して、あの紫の竜をやっつけたっていう。 そういう流れだったんですね。まあ、僕は残念ながらあれをアルフィナがね、呼んだんだと思っちゃったんだけども。けどちゃんと考えればね、あんな紫色の禍々しい理由は呼ばねえだろっていうことで。ちょっと作画とか物語の進め方、いろいろとちょっとね、うーんって部分があるんですけど、皆さんもね、コメントでそこら辺は重々承知しながら見ているみたいですが、まあ、そこら辺含めね、皆さんの今週のエピソードに対する感想だったり、僕の現役者に対するコメントをお待ちしております。以上、動画部ごくしました。バイ